はい、皆さんこんにちは。佐川敦史でございます。4月は13日、の土曜日になりました。毎日毎日ですね、こうニュースを見てましてですね、私のですね、まあ興味のあるところというのはやっぱりですね、アジア、中国、韓国は興味ある、興味というか、そうですね、関心が高いところなんですけど、やっぱりアメリカ、ヨーロッパもそれなりですね、やっぱりも遠いというのはありますけどね。で、最近はやっぱりアメリカと中国の関係というものはですね、まあ見ててかなり面白い。この日本は第三者になりますからね、米中関係については。で、日本は完全に今アメリカ側なわけですね。なんで、まあアメリカ寄りの視点でしか見えないところもいっぱいあるんですけどもですね、かつて日本はですね、アメリカと太平洋で死闘を繰り返した歴史が、まあ最後は完全にこう負けてしまうんですけども、そういうこう対米戦を経験しているという、こう日本のですね、歴史を踏まえてこう見ていく視点がやっぱり日本にはあるんですね。で、中国もですね、朝鮮戦争ですね、1950年から53年、もう今から思えばですね、約70年以上前の戦いで、アメリカ軍とですね、中国軍は戦ってるんですけど、これはですね、要は陸戦だけだったんですね。で、非常にその、なんと言いますかね、まあ、局地戦というべきであってですね、米中の全面戦争ではなかった。で、持ってる武器は完全にアメリカの方が優れてるんですけど、中国軍はですね、兵隊の数がですね、多分アメリカのですね、5倍以上は突っ込んだと思います。下手したら10倍ぐらい突っ込んだんではないかなと、もう思いますね。で、地形がですね、山岳地形なんですね、朝鮮半島というのは。それで、アメリカ軍が、国連軍側はですね、厳密にその、ルールを作ってましてですね、朝鮮と中朝国境ですね、今の中朝国境の向こう側には手を出さないというですね、ルールを作ったんですね。とすると中国軍側はですね、中朝国境の向こうの補給路は安全なわけですね。ただですね、こう南下してくると、その朝鮮半島内での補給路は攻撃されるという状態になったわけでして、そこは危うくなるんで、戦線が、補給路が伸びきると、いつもそこはアメリカ軍に攻撃されて痛い目に遭うわけなんですね。まあそんな戦いをしてたんですけど、非常に限定的なんですね。日本とアメリカが戦ったのは、お互いの補給路どころか本土でも何でもですね、攻撃は全包囲的にやってたわけですね。まあ日本もほんのわずかですけど、アメリカ大陸に空襲をかけたりをしました。そういう戦いをした側からするとですね、アメリカの怖さってよく染みついてるわけなんですよ、日本にとっては。僕らは直接知りませんけども、 DNA の A としてですね、刷り込まれてるわけですね、アメリカ怖いでと。ところが中国はですね、アメリカ何するものだと思ってるんですよ。朝鮮半島の戦いではですね、まあ言うてみりゃ五分五分な戦いをしたわけですよ。損害は圧倒的に中国側が多いんですよ。でも彼らは勝ったと信じてるわけですね、そこで。だからですね、どうもですね、アメリカとですね、今経済力でですね、もう何年か後には追い抜くかというところまで言われてましたよね、ちょっと前は。今はそんなこと言いませんけど、なんで自分らはアメリカと対等なんやという意識があってですね、その何かというとですね、それをむき出しにしてですね、なんて言いますかね、対抗策をですね、出してきたりするんですけど、やめといた方がええんちゃうのと。いや、アメリカには勝てませんよ。今の中国はですね、ほぼ全ての分野でアメリカよりもやっぱり遅れてます。ほんのね、少数 2,3,4,5 ぐらいの分野でアメリカより優れたところがあるのかもしれませんが、もう総合力では圧倒的にアメリカなんですよ。そこをですね、彼らはですね、ちょっと理解していないんちゃうかなという気がしますね。例えば大紀元にですね、これ昨日出た記事ですけども、中国、台湾、
武器供与として米国2社に制裁を、米中緊張が高まるというあの要は、台湾に武器を供与したアメリカの会社に対して制裁を加えると、つまり中国とは取引できないようにしてやるとかですね、その関係者を中国に入国させないとか、まあ、そういうなんかこうあんまり辺の突っ張りにもならないようなあれで制裁ですけども、まあ、アメリカが違う面でやったんでですね、あ、こっちもやったるみたいにして対抗意識を、対抗策を出してるわけですね。本文こんな感じです。アメリカといくつかの同盟国はアジア太平洋での中国の拡張行動を抑えるために首脳会議や安全保障に関する会談を行った。4月11日、中国共産党は異例に台湾への武器売却を支援したアメリカ企業2社に対して制裁を宣言した。制裁対象は無人機などを開発しているゼネラルアトミックエアロローティカルシステムズ社と戦車や装甲などを製造するジェネラルダイナミックスランドシステムズ社だ。制裁は11日から措置には中国国内でこれらの企業の資産を凍結し、その経営陣が中国への入国を禁じることが含まれているって、そもそも中国国内に資産あるんですかね、この2社は。外交部の声明では、アメリカが台湾に対する武器販売を継続することは、一つの中国政策と米中間の三つの共同声明に違反する重大な行為であると非難している。まあね。注目すべき点は、アメリカが遵守しているのは、独自の一つの中国政策であり、中共が主張する一つの中国とは異なるということだと。中国共産党による制裁は、最近施行された反外国制裁法に基づいている。この法律は中国と香港での人権侵害に対して、アメリカが中共の官僚に課した金融制裁や旅行制限に対する反撃を目的としている。やっぱりそうでしょ。まあね、こんな感じでですね、アメリカにちょっとなんかこうされたらすぐに言ったしかししたるってやってるわけですよ。いやー、これいつまでたってもだからね、両者はですね、和解できないというか、こう、どう言いますか、友好ムードには戻れないと思いますね。友好関係に戻るにはですね、習近平という人がですね、いなくなって違う指導者になれば可能性はあると思います。でも習近平さんはですね、自分の方針を変えるとはとても思いません。ご様子を見ているとですね、まあ最後まで突っ張るんだろうなと。で、行き着く先はですね、武力衝突なんですね、最後は。まあそこまで至るかどうかわかりませんけどもですね、行き着く先は武力衝突と衝突で、そうなってもですね、中国がアメリカにですね、勝てるとはとても思えない、ですね。だからですね、望ましいのはですね、中国がどこかで諦めて、ですね、アメリカとの融和策をですね、模索するということに なった方がですね、いいと思います。いいんですけども、今の習近平さんにそれは望み得ません。望み得ません。だからですね、いつかは衝突しますね。それはですね、ある意味ですね、衝突が大きければですね、中国は莫大なですね、損失を被るでしょうね。まあ小さければちゃんちゃんで済むかもわかりませんけども。でもアメリカが別にそれを望んでいるわけではないんですよね。そういう武力衝突を。中国も多分望んではいないと思うんです。でもこれをやっていくとですね、チキンレースをやっていくようなもんですから、お互いどっかでですね、こうある可能性があって、それでアメリカが圧倒的に勝てばですね、しばらく中国はおとなしくなるでしょうね、数十年は。まあそこまで私が生きてるかどうか分かる、もう多分生きてないですけどね。その衝突がいつ起きるかは分かりません。一番起きそうなのは台湾周辺ですけどね、もう南シナ海で起きるかも分かりませんよ。だから中国がこの突っ張りをやめない限り、最後はそこでしょう。このような状態があと10年も続くとはとっても思いませんね。この状態が続けば10年以内にのどこかで衝突になりそうです。まあ、もっともその前に中国の共産党というですね、今の体制がですね、崩壊してしまう可能性は十分あると思います。
一応このですね、大紀元の今読みましたページのアドレスを貼っておきます。中国台湾、武器供与として米国2社に制裁を、米中緊張高まるという記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。